よいよ科学界のインディ・ジョーンズ長沼武先生の宇宙一聞きたい話が開講。今日ここにね氷を持ってきました。これねただの氷じゃありませんよ。南極の氷。普通の氷じゃないんですか。はい、白っぽいですよね、はい、この白っぽいのには訳があるんです。この南極の氷っていうのは降った雪の上にまた雪が降ってどん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 こう地層みたいになってくるでしょ。で下の方の雪がギューッと押し固まっていくんですね、うん、で雪はだいたいね3割ぐらいは空気なんですよ。その空気の部分がギューッと圧縮されて、うん、ここにつぶつぶとして入ってるんですね。空気のつぶつぶとして、はい、よく見ると分かりますか、ね、あここ分かりますね。あ、うん、あ空気、まあ、何万年前とか、はい、何十万年前の空気がここにギューッと圧縮されてる。すげえ氷じゃん。すげロマンだロマン。これどうやって持ってきたんですか。まあ、南極観測隊の人が、一生懸命取って持ってきたもんですね。私もあの観測隊参加しまして、まあ、こういったものを持ってきましたけども、貴重ですよね、はい、でこの空気がねギューッと圧縮されてるってことが分かるようなちょっと実験をしてみたいと思うんですけども、はい、これちょっと水の中に入れますね、はい、溶ける中から空気が出てくる様子が見えます。本当だ、これ聞こえますか。あ、これ空気パチパチ言ってます。おー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 、パチパチ言ってますね、はい、圧縮された空気が今パチンと弾けて出てくる音ですね。何万年前、何十万年前の空気が、おー、すげえすげえ、いっぱい人が、昔のね、何十万年前の空気がここに今出てると思うとね、すごくロマンチックな気がしてくるんだね。でロマンチックだけじゃなくって、この出てきた空気を集めて分析するとその時代の気温が分かったり、あるいは今話題の二酸化炭素、その濃度も分かるんですよ。その時代時代のこの空気の成分を分析すれば、過去何十万年にわたる地球の気候の変動の歴史が再現できるの。これは考えたな。では続いての授業をお願いします。はい、南極は氷の大陸です。その氷の上に思いもよらないものがたくさん転がってる場所がある。それは隕石、お見せしますね。これが南極の氷の上に落っこっていた隕石、宇宙から飛んできたものです。すごい、すげえ。南極の場合は氷の上に乗っかってたり、あるいは、まあ、そのさらに上に雪が降ったりしますけども、最終的には集まる場所があるの。そこに行くと、まあ、いろいろな理由で隕石が顔を出してくるの。もうあの南極の氷もね、実は長い目で見ると流れてるんですよ。最後は海に行って、まあ、崩れ落ちますけども、うん、場所によっては山脈によって遮られちゃうのね、うん、そこで氷がストップします。でストップした氷はそのまま盛り上がらないでどんどん蒸発するんです、うん、で蒸発していくと中にあったはずの隕石もやがては表に出てきちゃう。そういった形でもう隕石がそこにたくさん溜まってる形になってる。溜まるところがある、はい、でそれをまあ日本の研究者が発見して、うん、もう隕石取り放題。実は日本っていうのは隕石大国でたくさん持ってるんですよ。さらにここで今注目を浴びるすごい隕石が登場。先日 NASA の火星探査車キュリオシティが火星に着陸。驚くべき火星の姿が明らかになりました。そこで長沼先生が宇宙の歴史を塗り替えるかもしれない貴重な隕石を大公開。こういった、隕石の中には小惑星のみならず火星から飛んできたものもあるんです。で火星から飛んできたものの一つがとても面白くって、それは今、画像出てますけども、うん、この ALH84001 という隕石ですが、うん、これは多分火星の上で40億年前にできた石です。それでまあ大体その頃すでに火星には生命が誕生してたらしい。この隕石を割ってみると中に何かミミズのようなものがいますね。もしあれが本当に生物だったら火星にも生命が存在した、
地球以外にも生命があったっていうことの証拠なんですよ。火星人もいるかもしれない、まあ、この隕石も40億年前にできて、それからだいたい今から1500万年前にある隕石が火星に降ってきて、そのインパクトで衝撃で火星から飛び出した。で、宇宙空間を1500万年間漂った後に1万3000年前に南極に落ちたんです。歴史がすごいです。先生的に個人的には宇宙人はいるかいないかっていうとどうなんですか。そうですね、火星に限らなくてね、この広い宇宙全体で見ればいると思いますよ。もし火星に今でも海があれば、もしかしたら火星人がいるかもしれない。海があるかないかっていうのがやっぱり重要です。そうですね、やはり生き物にとって水というのは大事ですからね。まあ、乾燥肌気をつけてください水分を取ってくださいね、乾いてるからね。